から2年前、2004年7月10日、東京ドームに鈴木みのるの姿がありました。あの日がみのるノア初上陸記念日。横には盟友高山義弘が立っていました。その高山が今日帰ってきます。高山復帰について思うところはあるようなないような、わからない。もう一度組むかもしれないし、組まないかもしれない。教えない。鈴木みのるはそう話しました。高山のいない2年間、みのるは緑のマットで風になってきました。右腕を取りに行くといったこの武道館での小橋戦、丸藤と組んで GHC 卓王座にも君臨しました。周りを見渡しました。記憶に新しい 3.5 武道館、秋山との死闘がありました。しかしみのるはこう言います。全て過去忘れた。今日は塩崎という男と試合をする。ただそれだけだ。そうつぶやきました。どんな試合になるかはわからない。あっという間かもしれないし、面白ければ長くなるかもしれない。とにかく今日もノアに風を吹き込む。そう話した鈴木みのる。今緑のマットに足を踏み入れました。2年前、この鈴木みのるが東京ドームに現れたちょうど2週間後、一人の男がノアで初めてヘビー級からデビューしました。その名は塩崎豪。まもなくデビュー2周年。デビュー以来7度目の武道館で初めてのシングルマッチ、その相手がこの鈴木みのるです。相手はかわしてくるはず。なんとか大技を出したい。師匠の小橋さんにいい報告をしたい。そう話していた塩崎豪。今初めての武道館シングルマッチ、その姿をリングの中に入れました。ノーコーナー230ポンド、鈴木みのる。慶応の盟友鈴木みのる。ノーコーナー235ポンド、塩崎豪。鉄人の弟子塩崎豪。放送の解説は桃田光雄さんです。さあ桃田さん、はい、この塩崎が自身7度目の武道館、初めてのシングルマッチ、相手が鈴木みのる、どのあたりが楽しみですか？そうですね、まあ、これからの塩崎選手のやっぱりその育成を見る意味で、やっぱりこの鈴木選手というのは素晴らしい壁になるんじゃないかなという気がしますよね、はい、これをどういう形で試合をこなせるかということで、塩崎選手と今後が大いに期待が持てるということにもなりますし、はい、逆にここで無残に負けるとやっぱりね、はい、なかなかこの後の彼の成長がちょっと難しくなるかなという部分もありますので、ね、大事な一戦ではあると思いますよね。2年間の集大成、そして今後の塩崎を決めるかもしれない、はい、そんな一試合になりそうです。さあ相手はかわしてくるはず、そう試合前話をしていた塩崎。そのくせ者鈴木に対してしっかりとミドルも組み合うか。まず右のロー、さあ捕まえることができるかどうか塩崎です。どうだ、組んでバックを取った。この辺りはスルスルっとレスリング仕込みのうまさがある鈴木みのる。バックを取り返した鈴木みのるです。どうだ、ちょっとにやけているのは鈴木みのるです。バックの取り合いだ。流れるような両者、リング中央上に乗ったのは鈴木みのるです。シングルマッチ30分一本勝負、若干笑みが見える鈴木みのる。バックを取った。もう一度取ったのは鈴木みのるです。塩崎は1月に顎を骨折して戦線離脱、6月に復帰してきました。
帰後初のシングル戦がこの武道館セミ前の第6試合です。大抜擢と言ってもいいかもしれませんね。そうですね、塩崎選手やっぱりノアにとっての大事な選手でもありますしね、はい、やっぱり将来を有望視されている選手でありますので、鈴木選手というのは彼が塩崎選手がね常に対戦している選手とちょっとタイプが違うと思うので、そういう意味ではものすごいいい、なんていうんですか、対戦相手、はい、彼と対戦することによって大きく成長する一つのね、はい、なんていうステップになると思うんですよね。そうです、そのミドルに対して、はい、今逆水泳、これが4発目は当たりました。かわせない、鈴木ミドルかわせない、くるっと待って、これはくるっと場外にスルッと落ちました。アート、低いところからドロップキック、さあ塩崎がトップロープ飛び越えてきましたが、ああかわしてました、すかしました。この辺りが鈴木ミドルですね。そうですね、さあ場外で鈴木選手の場合にはですね、グラウンドも結構いいですしね、なおかつやっぱりトリッキーな動きがありますので、はい、そこら辺をその塩崎選手がどういう風に対応できるか、はい、そこら辺がもう本当に見どころだとは思いますけどね。赤いじめのような格好になりました。胸の辺り場外で傑作に塩崎を押さえつけておいてキックを放っていきました。去年10月に静岡の沼津で一度だけタッグで対戦したことがあります。この両者です。丸藤ミドル組対塩崎小橋組、21分50秒でその時は鈴木ミドルが塩崎に対してウォッチ式パイルドライバーで勝ちました。それ以来2度目、シングルではもちろん初めてです。ものすごい乾いた音、武道館に初フェイントを入れた鈴木ミドルです。打ち続けていきます。2年前の東京ドームの初参戦、当時 IWGP 王者帝王高山義弘と東京ドームに姿を見せたこの鈴木ミドルです。その後もうご存知、小橋とこの武道館で死闘、丸藤と組んで GHC タッグ王座、最近では3月に秋山と GHC ヘビーを争いました鈴木ミドルです。その武道館で DDT、 花道で DDT です。塩崎豪、それだけ実績がもちろんある鈴木ミドルに対してここまでの塩崎の動きいかがですか。そうですね、塩崎選手なりに対応してますよね、はい、対応している鈴木選手はね、打撃から何かでいろんなことを飛んできました、やりますんでね、はい、そのやっぱり塩崎選手もやっぱりなんとなく、その相手の出方を見ながらやってるように見えますね。それがいつもとやっている相手とは違うというところですね、はい、ただがむしゃらに向かっていくというよりは、はい、その鈴木選手の動きを見ながら、今のところはやっぱり対応しているように見えますよね。先日ビファ有明で解説高山義弘さんがいらっしゃいました。その高山さんが塩崎の上半身を見て、いや大きくなったなと言ってましたが、その体だけではなくていろんな部分がこの2年間で大きくなっているという塩崎ですね。そうですね、その2年間の間にね、小橋選手とタッグを組むことがものすごい多かったですね、そういう中でやっぱり小橋選手のいいものをどん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 吸収しているという部分はあると思いますよね。なるほど、はい、一番近くにいた男ですからね、その小橋さんになんとかいい報告をしたいと話していたこの塩崎豪です。その師匠である小橋は人種を摘出手術に成功しました。おそらくどこかでどのタイミングだか分かりませんが見てくれるはずだと、そう塩崎は今日の試合について話をしていました。デビューから間もなく20年、その塩崎がこの日本武道館でセミ前第6試合のシングルマッチ、相手はこの鈴木ミノルです。本当に塩崎選手にとってはね、小林選手が主将的な立場でもありますんでね、はい、その小林選手のためにもね、やっぱり下手な試合はできないっていう気持ちは持ってると思いますけどね。でしょうね、ただここはちょっと痛めつけられています。塩崎ここまで2年間タッグ117試合シングル52試合経験してきました。これがシングル53試合目で迎えた大抜擢武道館のセミ前第6試合です。このところは鈴木ミドルのその主導権しっかりと握ったあたり、そんなプロレスが展開されています。カメルクラッチに移行していこうという鈴木ミドル、
まだ記憶に新しいあの 3.5、3ヶ月前、秋山戦もすごい試合でしたからね、ミドルはね。もう引っこ抜くような、これきついですが、かなり顎が上がっている。この顎を骨折した1月の塩崎豪です。もちろんこれ首も効きますしね、首もですね、要するに腰も力がもう要するに抜けるような状況になると思うので、そうですか、あんだけやっぱ反られますとね、体のあらゆるところが痛めつけられるという、そうですね、はい、引っこ抜こうというこの表情、汗が滴り落ちている塩崎は頑張りどころ、踏ん張りどころです。もう汗びっしょり、高橋健太が見ている。塩崎豪、なんとか鈴木みのるに対して大技を出したいと話していましたが、ここまではまだ出せずにいます。さあ足を捉える、ストンクラブの格好になりました。ここで角度をつけます。あっと、ここも体重乗せている。おっと、なんとか、あーダメだ。塩崎豪24歳、鈴木みのる38歳、プロレス界の大先輩がこのデビューまもなく2年を迎えるという塩崎に対して、その経験、プロレスを見せています。サードロープを目指す塩崎、これこんだけ腰を痛められますね、塩崎選手のもしここでロープに逃げないと、その後の動きがちょっとかなり鈍くなりますよね。それだけのダメージが、腰に力が入りませんのでね。あ、そうですか、そうなると、まあ、得意でもあるあのジャーマンスープレックスですとか、はい、あのあたりの技に対して大技を出したいと話していましたが、やっぱり腰は要ですからね、やっぱりどうしても力技のね、要ですか、はい、やはりその左の腰のあたりに手をやりました塩崎。183センチ、105キロ、上半身、まあ、下半身ともに大きくなった塩崎です。一方鈴木みのるは178センチ、102キロ、今日帝王の盟友この鈴木みのる、その帝王がメインで復活します。思うところはあるようなないような分かりません。もう一度組むかもしれないし、組まないかもしれないと高山の復帰に関してはコメントしました鈴木みのるです。ただあまり話をしませんでした。話さないときは何かあるかもしれない、そんなことも言っていた鈴木みのるです。さあ花道に硬いところで、この後高山がやってくる花道で、さあ鈴木みのるが張っていく、何かもうちょっと手応えを、何かそんな塩崎豪に対しての、はい、何かメッセージのようなそんな表情に見えますね。そうですね、お前はこんなもんなのかと、いや、そういうあの要するに、まあ、鈴木選手の顔の感じですよね、もっと濃いっていうような雰囲気が見えますよね、もう普段からとにかく強い相手とやりたいんだと言ってますよね、はい、あ、これはものすごい引くら胸に完璧に入りました。さあこのまま塩崎はこの試合大舞台で敗れてしまうんでしょうか。まだこの鈴木みのるに対して大技を繰り出すことはできていません。にやりと笑っている鈴木みのる、もう終わらせるか。場外カウントは15。さあ戻します。あっという間かもしれないし、面白ければ長くなるかもしれない。今日の試合に対して試合前そう話していた鈴木みのる、まあ、ちょっと西永レフリーに対して、ああ最後は若干の反省を見せました。さあもう一度容赦なく間髪入れず、さあ当てるか、下から勝ち上げていきます。そうですね、ちょっと苦しいですね塩崎は、かなり効いてますね、やっぱり先ほどの腰 の, あの要するに攻めもかなりまだ残ってるんでね、腰ですか、こっから立ち上がれるか、顔面にチョップを張っていきたいと話していた塩崎ですが、逆に張られています。張った、張り返したぞ。さあ塩崎という声が飛んでいるどうか、エルボー、もう一発。さあここから逃げた、ノーリングで
ましたね。そうですね、やっぱりこれは塩崎選手の意地ですよね、やっぱりね、そして小橋が乗り移ったか、鈴木はなんと場外に落ちました。ローリング手下げりチョップ、鉄人の弟子が帝王の名誉に対してコペを発行しました。飛んできました。さあここから自分自身のプライドを見せることができるかどうか、塩崎豪です。ここまでタックでは3勝、シングルで2勝を挙げています塩崎。この武道館で鈴木みのるに対して勝利をもぎ取ることができるでしょうか。さあトップロープからミサイルキック、さあコーナーに入るがカウントは2です。さあここから腰のダメージはどうか、バックを取った、その腰の痛み、バックを取り返された、グラウンドの攻撃になる、腕を狙っているか、どうだ、カバーに入っている、カウントは2です。お、あ、この体勢でエンジンに行きましたね。そうですね、やっぱりここら辺は鈴木選手は本当試合巧者っていうかね、相手が反撃してくる部分をうまい形で本当に相手の攻撃を止めてますよね、流れの中で、そして自分の柔らかさを使って、はい、さあ準備万端、鈴木ミドル張っていった左、右、レンダだ、レンダ、レンダ、政権も入れて張っていきます。ガクッと膝から落ちました。小橋に対しても2005年の1月にこの武道館で何度も張っていきました。そのミドルが小橋の弟子塩崎豪に同じように愛の鞭のように頬を張っていきました。起きろというような、そんな状況でさ、ローリングクレイドルに行こうとするのか塩崎、そのままローリングクレイドル、小橋直伝、小橋から受け継ぐ。さあここからジャーマン、ジャーマン、ここからホールドできるか、カウンターワンです。さあもう一度丸め込む、カウンターツー、カウンターツーです。やっぱりね、塩崎選手がさっきの腰の動きがちょっと残ってるんですよね。残ってますかね、ですからもう一つ、その一つ技にバシッというキレが残ってないんですよね。だから、だけどここら辺でバシンと決めないとチャンスは出ないですよね。さあここから勝負、痛みと戦っている。さあ弟子はいけるか、ブロックされていくのか、しかし立ち上がりました鈴木みのる、上がっている、そのまま崩れ落ちました塩崎、崩れ落ちました。7度目の武道館、初のシングルマッチ、ね、相手は塩崎選手が個人ダメージが来てるから、相手に攻撃した技がもう一つね、効きが悪いですよね。だから、鈴木選手がすぐなんていうの、回復してますよね。あ、なるほどね、チンシンク、何かその腰の痛みに耐えながら、あーっとバックドロップ、あーっと吠えた、吠えた、ラリアット、ダメだ、もう一度バックドロップ連発、もう一回立ち上がれるか、さあカバーに入った塩崎、逆襲陣、さあ腕を取った、かつて小橋の右腕を取りました、その塩崎右腕、どうだ、耐えられるか、小橋見せる、どうだ、足が届くか、伸びている右腕、足が届きました、サードロープ、いや、なんとか耐えましたね。そうですね、やっぱりここで、というわけにはなかなかいかないと思いますよね。やっぱり、腕が折れてもという気持ちは塩崎選手の中にはあるんじゃないですかね。この精神も小橋から受け継いでいるかもしれませんね、はい、さあ容赦ない攻めです。しかし立ち上がった、立ち上がりました、もう一度張っていきます。ふらついているのは塩崎豪、わーっとものすごい効いてますよね、乾いた音、もう一回、もうやりました、張り返した、気力を振り絞ります、塩崎かわした、あーっと右が入った、おーっとクラスキック、クラスキック、いや今のいいですよ、いいカウンターに入ってますね、カウンターに入っている、最後の力を振り絞る、初めての武道館のシングルマッチ、塩崎、自分自身のこれからのプロレス人生を左右するかもしれない2年間の集大成だ。さあ
膝を打っていきます。自らロープ、エルボーを放っていきます。さあ何を残すか、どんな技を、大技を出したいと話していた塩崎ですが、スリーパーだ、首を取られてしまった、ミノルに首を取られてしまった、これは危険です。なんと落とし、完璧に回りました。大丈夫か、あーダメだダメだ、止めました止めました、試合が終わりました。最後は鈴木ミノルの完璧な逆落とし、リング中央大の字塩崎号踏みつけた鈴木ミノル。今日の日本武道館高山復活祭、盟友がまず花火を上げました。いや最後はものすごい逆落としでしたね。すごかったですね。あのね、本当に中盤のね、ミノル選手の鈴木選手のね、はい、やらしい攻めが最後までちょっと尾を引いたって感じしますよね。中盤の腰の攻めありましたよね、あれが最後まで塩崎選手の反撃をうまく要するにそのパワーダウンさせたっていう感じがありますね。うがりうがり、まさにボディーブローのように決めていったっていうことでしょうかね、はい、今つばを一つ取りました。今日のメインで盟友高山義弘、帝王が復活します。その同じ日に鈴木ミドルが完璧な勝利をものにしました。今高山がこの武道館に現れるその花道に盟友が下がっていきます。第6試合シングルマッチ30分一本勝負、塩崎豪対鈴木ミドルは16分40秒、最後は鈴木ミドルの鮮やかな逆落とし、塩崎豪最後は敗れました。年間の集大成、今年のダメージはどうでしょうか。この後またただこの武道館のシングルマッチを組まれた、それを自信にしてこれからの成長を期待したいですね。そうですね、今日の敗北を本当にその彼にとってもね、はい、この反発心を